超ピアノ弾いてそう、ラブラブ愛を叫ぼう、愛を呼ぼう、すごくすごく好きなことただ伝えたいだけなのに、ルルルルルうまく言えないんだろう、 Love 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 love、夢で会いたいと願う、夜に限って一度もルルルルル出てきてはくれないね、どうして
くすごく愛し、愛してというだけで、ルルルルル、涙が出ちゃうんだろう。二人で会った日が少しずつ思い出になっても、ルルルルル、ルルルルル。94人も見てんの今。95人じゃん、すげえ。来ちゃうんじゃねえのこれ、やばい。すいません、あと6人の皆さん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日素敵なハーモニー、本日は素敵なハーモニーが皆様のお待ちしております。さあやってまいりました、ミッドナイトカラオケ。この番組はジュンズスタジオさんの提供でお送りします。なんかこれエコー音が聞かないんですかね。ミッドナイトブルース、すごいマックさん。この番組はジュンズスタジオさんの提供でお送りしております。運転中の方はくれぐれもお気をつけください。さあここで交通情報。交通情報くんだ。あ、そっかそっかいや、さっき来ましたよ。あ、本当さっき来たんだ、ブラックアウト来たんだ、うん、おめでとうございます。どこでブラックアウトされたの。ありがとうございます。ローさんがさっきツイキャスやってました、うん、そうなんですよ。ありがとうございました。現在東京都心部首都高環状線は問題なく進んでいるようです。確認してね。未確認情報。時刻は3時5分をお伝えします。いやー寝よ。私食べちゃう。あ、ルマンドあんじゃん。ルマンド超好きなんですけど。甘いの好きなんだ。これルマンドって中野大久保通りの交通情報、ここの情報をお伝えしてください。車、あ、通りましたね、今トラック。トラック時代通りました、ね。それでは交通情報、綾野 TDO さん、どうぞお願いします。ジャティック情報81.3 ジューンズウェイブ。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 何番にしましょうか。なんちゃんっすよこれ。82.4 30目。ジューンズウェイ。こちら交通情報をお伝えします。こちら中野大久保通りの交通情報、ほぼよし。順調に流れているようですね。東京新宿方面、はい、どちらも順調に進んであります。ではジュンズウェーブスタジオの学部さん、お返しいたします。はい、ありがとうございました。ジュンズウェーブスタジオでございます。お酒が来ましたよ、はい、ビールもある。ビールの飲んじゃおうかな。この番組はですね、とりあえず気持ちく、歌を歌おうというですね、まあせっかくね包括契約も結ばれたことですし、次はアプリ紹介になりますよ。弾き語りでね気持ちくみんなでハモればいいじゃんということでゆるーくやってたところ、ブラックアウト。ブラックアウト、おめでとうございます。95人キープしました、はい、さすが。素晴らしいですね。食べました、声いいって、うん、マジですか。ジューンズウェイ。こちら
札幌今度ね今度工場見学しに行くよ。あ、いいんや。なんだっけ、恵比寿で、恵比寿札幌でいいんですよね。そう、今度恵比寿の工場見学。ジュンズウェイ、それ ATM ポスリーじゃないよ。あ、これフォーカス契約しないから。トゥルルンルンルン。ね、J-WAVE のね、自分ピストン西澤さんのねグルーブラインという番組が大好きだったんですけどね、もう残念ながら終わってしまって、ね、はい、グルーブライン X じゃないけど、もうね、もうとりあえず渋谷の HMV がなくなるっていうことが、もうなくなったんでしたっけ？なくなりました。びっくりですよね。閉店になりましたね、はい、31日で上がった。気持ちいい、ね、相当人気だったらしいですけどね。マスターもこれ最高って、はい、秀島文香さんがちょっとやっぱり悲しい。秀島文香さんね、顔を見たときはちょっとビクッとしました。 あそこの場所がってこと？あそこでやったんですよね。もともと渋谷の HMV スタジオで公開生放送してたところを一回六本木ヒルズに、ね、避難したんですよね。推進できるのが心配な量の方が来てるね今日ね。でもワンフレーズだけとかダメなんですよ。ダメですよ、一音でも本当に分かるよ。うん、美味しいこれ。美味しい、まあ、特にディズニーとかやばいかもしれないですね。醤油だ。一応あの3社の管理局じゃないと危険ですからね。本当はなんか引っかかってるのがありそうな気がするけど、まあまあまあ、まあ、バンされてないから大丈夫なんじゃないですか。でもトップじゃなくなったんじゃないですか。あ、もう落ちたんかな、うん、でもまだ90人台ですよ。あ、本当はまだキープしてる、うん、80ですよ。あ、まだトップ。ほらほら92トップ。それではここでですね、恒例のどこからツイートコーナーに行ってみたいと思います。じゃん、ね、あのじゃんってボタンないんですか、ジュンズさん。あの DTJ の人が使ってるあのじゃん、頑張ろ、あのなんだサンプラーってやつ。欲しい欲しい。 P10 じゃないよね。 P10 は映像だもんね。 P10 は映像ですね。あのサンプラーみたいなやつ、頑張ろ。で、1個最好きさんの笑い声入ってる。そう、あとね、ありがとうみんなってやつ、サイシさんのあれ欲しいですね。じゃん、恒例のメアリーヌヤッホー、メアリーヌヤッホー。それでは恒例のどこからツイートの時間です。じゃん、はい、今ご覧になっているですね、94人、100人またいった、すごーい。今ご覧になっている97名の方ですね、どちらからツイートしているのか地名を教えてください。はい、ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク、一人ニューヨークいますね。じゃおっと、アイダフトが、アイダフトはそれやばいんじゃないですか。それやばそうですよ。はい、どちらからツイートされてるのかツイートしてください。今私ここはですね、東京都中野にありますジュンズスタジオ、こちら東京都の中野区でございます。皆様はどちらからツイートしているんでしょう。一人ニューヨークがいますね。中野からの人、そこにいる人だ。そこじゃん。はい、どんどんね、こうツイート上げてってください。はい、沖縄いた。沖縄いた。いきなり、いきなり沖縄いましたよ。名古屋いた。名古屋来た。名古屋。メイク変えた。そうか、私今日ね、金曜日の。ダンタダンタダン。はい、埼玉県いらっしゃいましたね。あ、沖縄。2回目じゃね。あ、これはかぶってるだけですね。はい、埼玉来ました。はい、埼玉といえばね、あのマガタマのマークで有名ですね、はい、そう、埼玉県のマークってだって、あのマガタマがこういっぱいこうバーって魂を、マスター1人だよ、トップページ見て、すごいですね、よく90代をキープいたします。大阪来ました。大阪、素晴らしいね、大阪いいですね。豆腐屋さん、こんばんはと。こんばんは、はい、タナッチツーさんですね、横須賀、そしてですね、これね、これなんて、これ、これなんて、平城、平城、違うよ、ピョンヤン、ピョンヤン、ピョンヤンから、ピョンヤンはないでしょう。北朝鮮さんもメイクいいじゃん、好きだよと、メアリンさん、ありがとう。メアリンはニューヨークからルームメイト、その友達と見てるよ。嘘やん、嘘やん。なんで、でも、ね、やかしいな。第5位じゃん、じゃん、頑張ろ、頑張ろ。今週の第5位、沖縄。じゃあ今週の第5位、じゃん、
沖縄県。沖縄県。ちなみにね、沖縄のソフトバンクショップってショップの裏にサーフィン立てかけてあるらしいですよ。全店舗じゃないっしょ。で、暇になったら波乗りに行っちゃうんだって。すごいね。サーフマスターもその格好じゃないですか。行きたい。短パンで B さんなんでしょ。沖縄行きたい。行ってみたいですね、沖縄ね。あ、京都来ました。京都来た。じゃん。じゃん。わあ。どこ押してるかわかんないっていう。わあ。東京都調布。あ。このゆいさん、はい、ゲテモノ食いをしてたゆいさんですよ。せんべい汁に、なんすかなんすか、せんべい汁にコーヒーとか炭酸とかウイスキーとか全部入れて、わさびとかなんかタバスコとか入れて、ね、で喜んでた。なんか今シタールみたいな音しましたけど、シタールっすか。ヒヒ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 ヒって笑いながら食べてる M の方です。ね、 M なんですね。タイムラインがどうです。タイムラインド S。 タイムラインはド S なのに実際は、これも入れなさいよ、あれも入れなさいよって言ったら喜んで、えぇ、たぶん2時間ぐらいずっと笑ってた。そうで、しかも録画されてないからもう一回やってやったんだ。すごいですね、変態。アイボンマスター眠いのでは。まだまだまだ、だって3時ですよ。普通ですよね、普通起きてる、うん、結構普通3時ぐらいもなんだかんだ言って起きちゃってるよね。最近はね、ちょっと4時半とか5時、あ、また99、そして、またこれからの101きたー、あざーす、あざーす。じゃあここで1曲、ここで1曲、じゃあここで1曲あ、102位になったよ。怖い、びっくりした今。主役が向こうで笑ってますよ、はい、今日はね、尻尾もついてますからね、後ろから猫っつーね、はい、スタジオの人結構つぶやいてますよね、はい、そこにいるじゃないですか。スイッチャーの人をやってるじゃないですか。じゃあ次、皆さんリクエストお願いします。はい、後ろにじゃ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 ん。誰と誰100人にいたーと。今日結婚された方、おめでとうございます。これからもお二人幸せに、ね、今日結婚した人こんな時間見てないから言う人、まあこの100人の中には少なくてもねじゃあ今日、今月誕生日の人いますか。9月が誕生日の人、この100人の中にいるんじゃないですかマジっすか、おめでとうございます。はい、ね、キムイさんも誕生会やるみたいですね。はい、マスターテカリ半端ないっすってね。ここね、実はね、すっごい暑いのよ、ここ。びっくりする、ちょっとアップしないで。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー皆さん、ハッピーバースデー to you、ゴスペラーズ野郎。油取り紙を渡しました、大丈夫です。油取り紙もらったから、それ汗も取れる。テカリを取るから、うん、あ、ちょっとカメラダメ、映ってるよ、それいいじゃん、少しぐらい。タッタラッタラン、窓に西日が、スタジオ内に誕生日3人、素晴らしいです。いつもあなたの匂いがするわ。いいじゃない、昭和の香りがプンプンする。なんだっけ、意外と昭和っぽいメロディー。暮らすことより私よりも可愛い人探すことよ。いいじゃない、愛を償えば別れになるけど、そんな女でも忘れないでね。優しすぎたのあなた、子供みたいなあなた、明日は他人同士に
なるけれど。いいじゃん、いいじゃん。あ、そうだ、エゴラッピンとか昭和っぽくない？曲わかんないだし、テルハテンよ。なりの指から流れるメロディ、プンプンするだって。激しく染まるデジャブの香り、マーカスした。うるる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 。あ、出た、増えてた。Turn up radio. So, yo, Mikami yo. Mikami yo. それはあのフルネームですから。あやの下から映してください。下見たい？足？足？このドレス今日あのまたベネトンさんからお借りしてる。お借りした。いや。いや、今日靴キラキラなの。この深夜に。106人。106人なんですか。よし、エロキャスでビューアーを上げるんだ。あ、200まで行きます。足汚い感じ、ね、いいね。あら、そこお、お、 We SoftBankWe ソフトバンク。ごめんなさい、急に座っちゃって今日マック ABC さんすごい、スタジオマスターになってるんですけど、うん、すごいな。 エロシー来た、来たよ。200いくな200いくな世界に一つだけのエロい来たことでキャーって、エロい来たこれ。それもマッキーとか？わかんない。すき家の牛丼カレー丼。マッキー歌ってないじゃん。お、すごい。マッキーはマッキーの曲って言ったら何すか？皆さん心配ないからね、君の想いが誰かに届く。あ、じゃあ
徳永英明風にそれを歌う。徳永さんは相当一生懸命歌うんですよ。わかんないですけどね。心配ないからね、君の想いが誰かに届く。明日はきっと来る。どんなに困難でくじけそうでも、生まれることさ、必ず最後に会える。カメラがどっから見てるのか分かんない。それ桑田佳祐風で歌えますか？あ、いいっすよ。心配ないからね、君の想いが誰かに届く。明日はきっと来る。 Come on! どんなに困難でくじけそうでも、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。よっしゃい。さすがマスター、何でもマスター。爆笑ですけど、はい、こんなにいっぱいの W 見たことないわね。メアリーヌ、はい、バリ受けるってバリ受ける。似てなくはないでしょ。はい、ここにある。すき家の牛丼。じゃあ、あれやりましょうよ。なんだろう。どれや。で、あ、でも。また渋いの飲んでるね、これね。いいね。何飲んでるんですか。いいね、何飲んでるんですか。いいね、うわー。ジャズっぽい。アンフォーメラボシャンソン。シャンソン。おー、シャンゼリーゼシャンゼリーゼ。そんなシャンソン聞いたことない。シャンしか合ってないみたいな。シャンゼリーゼ。あ、俺それハモれるわ。シャンゼリーゼ。そこはあとは、ちょっと待って。ラララン、ララ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 ラチャンゼリーゼ。ジャズは？ジャズは？ジャズは？あのね、加藤登紀子さん。あの人ってシャンソン、シャンソンチャー、シャンソンチャーさんでしょ。どちらかというとカンバージョンを希望。カンバージョンって自分カンっぽく歌えないんですけど。シャンソン、シャンゼリーゼって言われてるよ。シャンしか合ってないみたいな。シャンしか合ってない。時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店、マロリエのラララ。あ、シャンソンっぽくない？あのちゃんピアノに寄りかかってさ、ねえ、あ、そう、あ、そうだよ、ね、ピアノに寄りかかって立ちながらマイクを一巻きしつつ歌う、くねくねしながらさ、ね、そういう格好だけね。で、僕はこの画角だと格好だけピアノ弾いてる、ね、ね、エリック・クラプトンとかもいいんじゃない。無人の胸なら、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 いいですね。ララ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 ラ。ジャズ歌手、ジャズ、ジャズ、
ジャズ歌手、シャンソン歌手、新春シャンソンソン。新春シャンソン。新春シャンソン。ジャズ歌新人歌手。ジャズ歌手、シャンソン歌手、新春シャンソンショー。言えた。オーシャンブリーでね、オーシャンブリー。でも私歌詞が分かるの、どんな、あれが、あれが、あれなら分かる、あの、ナットキンコールは大好きです。アンフォゲータボーとか、たぶんつなぎだったって今アンフォゲータボーがちょっとないな。アンフォゲータボー、ネイチャーボール、ペーパームーン、It's only a paper moon、 ラッタラッタッタッタ、ダダ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 ダパパラパパパラララパパ、こっちやんか、ダラララダラララパパラパダラパパパパパッとパッと浮かんだよ。あー、それなら俺も歌えるよ。セコム知ってますけどね。セコム、セコム、え、ヨン様知ってたっけ。ヨン様セコムやってたよ。そうそうそう、あ、本当ですか。セカム知ってますか。セコム知ってますか。ララ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 ラ愛の命も白く輝く雪輝く、はい、本間さん休憩になります。オーシャンブリー。
あった。街を歩く、心を軽く、誰かに会えるこの道で、可愛い君に声をかけて、こんにちは僕と歩きましょう。オーシャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼ、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ、オーシャンゼリーゼ。ここの曲歌詞があるんですね。日本語の。オーシャンゼリーゼ、いつも歩く、いっぱいありますね。大丈夫ですかね、ジャスラック管理からみんなね。いっぱいありますけど大丈夫でしょ。あ、Who is the girl with a crying face looking at me looking She knows that life is a running race Half is a shoot in the shore Any... あれ？文字がちっちゃい。超文字がちっちゃい。大きなブルドキー、さっきいっぱいやりましたね。あ、千葉ログさんがね、あら、もう僕寝るから子守歌頼む、寝ろよ寝ろよ寝ろよって子守歌、ね、世界一早いカメラワーク入ると早いよ、みんな目が覚めるんじゃないですかすごい目が覚めてると思う、ね、みんな機械みたいな、なんか作ってるアームみたいな感じ。かける、明日にかける足。Bleach over troubled water. La 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 la. Like a bleach. ちっちゃいです確かに。世界のそこカメラすごい。このカメラワークが酔わないんだよ。そう。早くこの最新カメラ使いたいですね。あ、言ってた。でもこれ繋がらないんですか？だケーブルが違うんですよ。あ、うん、すごいよね。今日出て今日あるんだから。あれは ？3D 配信はまだ。これハモリいいんじゃないですか？あ、ちょっと待って。どっち？日本語？どっちでも。英語。Blossom of Snowman ちょっと待って、Edelweiss ね、 Edelweiss Every morning you greet me La 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 どんなキーで行くの？トフェさんすいません、気がつきませんでしたって。
104人見てくださって本当ですか。でもタイムラインあんまりねえ、みんな寝ちゃってんじゃないですかね。ねえ、みんなつけたまま。つけたまま寝ちゃって。エコですからエコですね。切ってくださいね。サーバー以外切りましょう。タン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 から言ってください。寝てんじゃねえの？寝てんじゃねえの？洋楽知り、洋楽タイム。スイッチャーいらず。スイッチャー。ね、さすが。申し訳なくてスイッチできねえっすよね。サマータイム？どんな曲ですか？ジャズってね。ノラ・ジョーンズはジャズ。ノラ・ジョーンズはジャズじゃないの。ノラ・ジョーンズって何かあったっけ。ノラ・ジョーンズ難しいんだよね。Don't know why I feel the calm. ラララララララ。エンヤ。サンドワン。サンドワンミ行けますよ私。サンドワンミ。二人。はい。最初の音なんだろう。二人の恋は終わった一緒に歌ってください終わったのね二人の恋は終わったのね許しすぐさえくれないあなたさよならと顔も見ないで去っていた男の心サンドワンのいい夢ので目の前が
これシャンションですよね。ねえ、そうです。これシャンションですよ。シャンションショー。シャンションショー。あ、エビ6969さん。え、エビさん来たよ。堀内さんがいる。堀内さん、そっち？パチパチパチだ。これあのまだ見てくださってる方いらっしゃる、いらっしゃるんですか。まだ90代をキープしてる。すごいですね。キスし抱きしめて愛してるのだよ。こんな歌詞あるんですか。もっとぐっと大で広い世界の片隅にやがて二人の朝ぬまばすみにやがて二人の朝が来る。あふれる光が頬の涙を映し出す。いいね。愛する心に言葉はいらない。どうぞ一人で泣かないで。忘れかけてる悲しみを窓から焦がして、そっと二人で見送ろう。音がちっちゃいって。悲しいし。彩乃さんとマスターが歌ってる。なるなってなんだろう。なるな。歌詞になった。あ、ソーシャルメディカフェの。彩乃ちゃん歌手になったの。私に花笛を紹介してくれたから。この方名刺の講習会やってる方ですよね。あ、そうそう。エビさんね。僕のねアイコンね、エビ黒黒さんが作ってたんです。そうなんですね。エビさん、黒黒って読むんだ。あ、これがね、サムカガントだ。エビさん、一回うち来たことあるんですよ。あ、そうそう、あるもんね。そう。だって郵送届いてなかったもん。そうそうそう。そうか。そうですね、基盤、基盤 TV。あやのさん、この、なんだ、夏木マリとか歌ったら似合いそうだね。夏木マリ？うん。絹の靴下。ちょっと、今日コスプレしてるんで。100だって。キーボード弾いてるのが、そうだよ。そうです。うまいよ。私もさっきまで知らん。豆腐屋さん。さっきまで。つい10分前に知ったんだよね。そうです、ね。始まって10分後ぐらい。すごい。ゴッドファーザー練習します。ゴッドファーザー、日本語の歌詞があるんだ。そう。へぇー。初めて知りました。いや、なんかこれ、レギュラーそろそろ戻ってこない。数字なんか安定してるんで戻ってこないですよね。山中さん。はい。どうぞ、どうぞ。数字が上がりましたので本主役が来ですお願いしますいやいやいや半分ぐらい半分ぐらい、ぜひお願いします。半分ぐらい。ここで来てもらえると夜が明けてしまうんですよ。もうだって4時前ですよ。どうや、ここはやっぱり大御所ですよね、やっぱり。山中さん、山中さん。うそ。どうしたの？Can I celebrate? Can I kiss me tonight? We will love.Long time in the dream. あ、いいっすね。 Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, country mama, take me home.ジブリーで日本語だったんだよね。丘の道、ラララララ、生きようと
寂しさ押し込めて強い自分を守ってゆこう Country Road この道ずっと行けばあの街に続いてる気がする Country Road どこの道ずっと行けばあの街に続いてる気がする感じよ。どんなくじけそうにって感じだよね。あれね、日本語版の感想の部分がかっこいいの、あの笛の。みんなが息してるって周りのが。福井さんの人は。あれジブリの映画。そうそう。トゥテルテテテテルテルテルテテルテテテテルテテテテルテテテ。ジブリ特集であの。上を向
すごいね。楽しい。何でもできるんや。何でもできちゃう。パチパチパチだって。三上さんだよ。三上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 よ。よ。よよなって。トップペン。これこれこれどどどなたキャプ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 ってください。まだまだトップなんだ。すごいね。三上よ。こんなに呼ばれてるのにここにいないみたいな。メアリーンさんですね。メアリーンさんのタイムラインにお邪魔します。まあ、お邪魔しないんですけどね。じゅんちゃんうまいってじゅんちゃんさんがじゅんちゃん呼ばれてますけど、じゅんちゃん呼ばれてるじゅんちゃんさっき歌、翼をくださいでしたか。飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼温めかせ行きたい。ここで iPhone マスターからニュースが出る。 iPhone マスタースキルジュンジュンジュン。すごい振り、すげー振りだ。ニュース交通情報をお伝えください。はい、それでは交通情報です。こちらの通りなんて言ったっけ。大久保通りです。はい、大久保通りの現在の交通情報をお伝えいたします。今車は通ってません。上下線等に渋滞なし。タクシー1台タクシーが1台通りました。以上、交通情報をお伝えしました。ジュンズウェイジュンズウェイあ、マックス
きからいるわ。赤い手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋一緒に手汚れていったのにいつも私が待たされたじゃない髪が芯まで伸びて小さな石鹸カタカタ鳴ったあなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ B メロ若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさが怖かった。今度は綾野さんから重大発表です。無茶ぶり。からの重大発表言っていいの？いや、わーちょっとこのサイズから言っちゃってくださいよ。言っていいですか？言っちゃってくださいよ。イエイ、彼氏ができました。マジで？マジで？嘘。みんな言っちゃった嘘。誰？秘密。今104人聞いてたよ。どういう気分の歌なんですか？ババババーン、バババババーン、バババババーン、バババババーン、 I love you forever あなただけ。すごい彼氏できたらしいっすよ、綾菜さんに。やめんなこの二人ぶり聞いてないんですけど。幸せですか？エコーがすごかった。この無茶ぶりひどいんですけど。何幸せな曲。彼氏できたら言う人やめます。やめんの。トップに言ってておいてね。まあトップにふさわしい感じのね。トップにふさわしい。アイフォンマスターからニュース速報です。はい、臨時ニュースをお伝えします。ただいま綾野 TDO さんに彼氏ができたとのニュースが入りました。詳細は明らかになっておりませんが、彼氏ができたらユーストリームをやめるとの情報も入っております。詳細は後ほど綾野 TDO さんのツイッターをご覧ください。それでは臨時ニュースをお伝えしました。スタジオのマナムさん、ありがとうございました。はい。では、天気予報の天気は今暗いから。わかんねえ。なんで？でもお高いんでしょ。だってなんかね、明日からまた暑くなってくるらしいっすよ。まだまだ峠は越さないね、なかなかね。じゃあなんか幸せな歌歌おうよ。幸せの歌、うん、完全な幸せの歌。完全な幸せの歌。幸せ。知らねえ。
しか言ってないけど。びっくりしたよ。バタフライ今日はのままでのどんな時よりすばらしい。通りで最近綾野さんどんどん綺麗になってるなと思った。わら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 3回わら言っちゃったよ。iPhone マスターさんが突撃インタビューを。はい、しない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 しますよ。さあ今日のインタビューは、はい、それでは今日のゲスト綾野 TDO さんお呼びいたします。綾野 TDO さん、はい、突然でしたがですね、彼氏ができたという、これ無茶ぶりらしからぬですね。これ言おうと思ってたんですか、これは。別に。あー、ツンデレキャラですね。ツンデレ系でいく感じですね。はい、綾野さん今幸せですか？特にないです。あー、まあちょっと芸能人な感じですね。特にないです。はい、今日はこれは地毛なんですか？別に。マジ聞いてないんだよ。はい、これでももう100人聞いちゃってっからね、もうね。でも100人寝て、あ、だいたい50人ぐらい寝てますよ。はい、彼氏さんは男ですか？じゃあここ別にとかそこら辺でないから。アイフォンマスター知ったんでしょ？僕知らないですよ。何も聞いてないですよ、自分。アイフォンマスターと私の仲じゃないですか。どういうマックさん、年いくつ離れてんすか、矢野さんと。もう第4ストーカーに降格するよ。第4? 歴史的瞬間に立ち会ったアナちゃんに感謝ができたという本人アップに立ち会ったアイフォンちゃんの TN の話。まあこれ自白した感じですからね。もう逃げられないですよ。そしてマックさんは自分が被ってて見えないみたいなね。はい。まあどれでしょうね。はい。綾野さんに彼氏ができたらしいですよ、皆さん。ね、iPhone マスター、iPhone マスターどうなんですか？みんな、Twitter。iPhone マスター結婚したいって言って、iPhone マスターどうなんですか？結婚したいんじゃなくて結婚式がやりたいだけです。でしょ、友達の結婚式に行くとさ、結婚式やりたいと思うよね。でも結婚はしたくないんだよ。でも子供は欲しいみたいなね。それはいいや。そう、じゃ誰か結婚式あげてくれる人いないですかね。はい、いいよ、私あげましょうか。そう、自分でディズニーシーとかでやりたいんですよ。オーケストラ呼んで、フィル呼んじゃいたい。神奈川フィル呼んじゃう。フィル呼んじゃいたい。今日感動した。お高いよね、あれ絶対ね。の中のアンサンブルみたいなのあの、ビオラと。そう、でもディズニーシーでね、申し込むとね、ちゃんとついてんの、オーケストラが。600万ぐらいしますけどね。はい、お高いですね。お高いんですよ。その代わり、何台売ればいいんですか？いや、何台売っても多分追いつかないと思うよ。しかもちゃんとディズニーシーの中をパレードできんの。知ってた？他のお客さんも見る？そう、見てんの。だからみんな拍手してくれる。それお高いでしょ。スーパーおたけよ。スーパーおたけ。結婚はしたくないけど、やってみたいんだよね。で、あのほら、ゴンドラで、あのディズニーシーの中をこう一周してくれる花束、花いっぱいのやつ。じゃあアイフォンマスターの600万出してくれるんだったら私割り勘で行こうよ、割り勘で。それが誰かに提供してもらおう。提供してもらおうよ。600万。提供。そしたら、誰か提供してくれたら、iPhone マスターに私だけ。じゃあ、ペーパルで。ペーパルで、はい、募集。お願いします。はい。一口1万円で。はい、まあ、600人ぐらいの勢いでね。そう、ペーパル1万円のおひねりを600人いただければ、あの結婚式が挙げられる。結婚式割り勘って言ってもらいたい。結婚式割り勘だってね。一緒にカラオケ行くようなもんだもんね。そこは割り勘です。今日結婚式しねえみたいな。ちなみにあゆちゃんが彼氏できたのはあゆちゃんから言った。だって今言ったんだよ。アプローチよってこと？今更ダメっすよ、そんな。そこインタビューしなさい、あなた。
だって別にとか言うんだもん。どうなのよ。心折れやすいから。何が。ちょっと言われてね。どうなのよ。実際どうなのよ。どっちからなの。ご想像にお任せします。言いなさいよ。あ、きっかけはユーストリームですから。おお、大ヒント。そうだよね。まだ言ってるよ。そうだよね。きっかけは、あ、わかった。書道見。あ、ちょっと両方いけん。うどよし。あら、通りで最近ハンコできたってメールが来ないと思った。正解じゃん。ない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 よ。わかった。誰だ。野田さん。三上さんだって。三上よ。フリン疑惑。完全にフリンじゃないですか。すごい。きっかけ言う人にバイアルミディオ。いや、なんで。だってじゃあ、わからん、誰かの大発表ないんですか。今日こちらで、こちらにいらっしゃる方で。姉ちゃんから。大発表。マイク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 。何発表しようか。はい。発表。そうですね。羊ってありがとうございます。すいません。発表？発表？マジで昼間の仕事が決まりました。きっかけはユーストリーム。マジで何の仕事。何の仕事。ユーさん始めてますよ。何の仕事。何の仕事だろうね。何の仕事だろうね。とりあえずきっかけはユーストリーム。毎日で出るわけではないです。はい、別に配信とは関係ないですか。配信ともあまり関係ないです。毎日見て、はい、え、いや、そしたらそれ今までと一緒でしょ。いいね、みんなポジティブだね。まさかメイクアンファットの人だって。ここで、2x4 の曲を僕新曲発表します。おもしもあなたが完全な幸せが欲しいのなら、中の南口を訪ねてみるといいよ。さんの次の映画あの出演についてちょっといろいろと、あのハリウッドとかに進出されるらしき、あの TDO さんからインタビューいただきたいと思います。次のあの作品に次回作はですね、ユーストリームでも配信、無料配信いたします。マジですか。ぜひ。タイトルが完全な幸せを探してです。ぜひ皆さん見てください。なんかシュールで寂しそうな映画だね。出演監督すべて三上よ。私は完全な幸せを一緒に探す
役なんですけど、でも半分見っけちゃったんじゃないの。別に別に見てないし、別にです。へえ。へえ。私他もう出てこないです。俺監督なんだなって。まあでも重大発表ないよ。あの武将変わった以外でって書いてるよ。ちゃんと私が言っついてるよ。あ、自分本社に移転になるんです。おー、おめでとう。タイムライン読めよ。はい、D'sモバイル北千住店を卒業します。10月1日からソフトバンク汐留本社で企画を担当いたします。はい、マイスター。すごい美味しそうですね。そうなんですよ、うん、で企画もそうなんですけれども、全国の iPhone マスターにこの接客技術を伝えるっていう仕事も、うん、あの包摂化営業統括じゃん。っていうわけで本体本体です、うん、はい、わお。どこも進めるわけ。進めないっすよ、あんな同期猫。100円は e モバイルじゃないんだから。ただ機種代は全部出しますよ、今ソフトバンクが。出してるじゃん。そうなんですよ、まあ、これからもソフトバンクよろしくお願いします。豆腐屋さんからも、あ、豆腐屋さんからも重大発表もあるよ。重大発表です。豆腐屋さん重大発表、ほらあれあれあるじゃん、あれ視聴者プレゼント。いや、実はあの隣に銀髪の綾乃さんの彼は僕なんです。リアクション取りづらい、リアクション取りづらい。豆腐屋さん言わないって約束。なんとつーか、さっき初めましてって言ってたよね。さっき初めましてって言ってたよね。言わないって言った。え、豆腐屋さんだったのって言ってたよね。だから言えなかったのに。もうそういうこと、そういう豆腐屋さん、あさって私とデートじゃなかったの。私、ね、私公認。町田のね、エイサー祭りに、うん、なんとめいちゃんとデート、二人っきりで、二人っきりでね、エイサーデートのはずが、それなんとそれツイキャスするんですか。ツイキャスが恥ずかしいの。あら、捨てられたわよ、私も捨てられた。切ないわ。じゃあそろそろまた歌のコーナーに。そうですね、戻りましょうか。こんなもんで何にしましょうか。何歌ってか分かれ。なんだこの間ここ巻く巻き、バラが咲いた幸せなソングですかね。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが寂しがった僕の庭にバラが咲いた。たった一つ抱いたバラ、小さなバラで、ね、寂しかった僕の庭が、寂しかった僕の、明るくなった明るくなった。バラよバラよバラよバラ、小さなバラ、小さな、そのままでそこに咲いていてくれ。
いたバラが咲いた真っ赤なバラが寂しかった僕の庭にバラが咲いた。はい、じゃがりこ サザエさん、みんなが笑ってる、子犬も笑ってる、ルルルルル、今日もいい天気、タタ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 タラタラタちゃん、うんが、うんうん。エレクトリニクスの東芝がお送りいたします。いたちまーつ。ドゥーンみたいなね。はい。じゃあちょっとここでまたiPhone マスターの。疲れたんだ。疲れたんだ。早くね。そうってないでしょ。ゲストが強いのこの番組。90代だ。90人。4時、今何時？今ね、4時ぐらいじゃん。4時半だね。4時22分 AM。 私めっちゃお腹すいちゃった。重大発表したらもうまず超焦った。いや無茶ぶりでよくそれ言ったね。今日疲れたんじゃないですか。他にネタない。ネタとかじゃない。とっておき出てきた感じだよね。だってあの無茶ぶりしようと言うと彼氏できた。これしょうもないこと、つまんないこと言えないじゃないですか。でも彼氏できたのは本当なんでしょ。優先やめないの。わかんない、今見てるから。やめた方がいいの。ちょっと待って、今見てるってこと。おっと、このタイムラインの中に彼氏がいるらしいですよ。はい、まあ、えこのタイムラインの中に、やっぱだから野田さんでしょ。いやちょっと綾乃ちゃんのお別れ会はまだ早いでしょ、うん、じゃあちょっとね、彼氏ができたらやめるんじゃなくて、彼氏ができて幸せになったらっていうことにしない。何その遠回しな言い方。わかんないけど、どれ、ミントンさん違うね。彼氏見てる。チョコシエさんか。三上さんか。あ、野田さんバレた。バレたって。あなたやめないで。マジですか。うん。あと何、歌ってないの。J-POP、 J-POP いっちゃう。三上洋さんがレベッカ歌えって言ってさっき。リクエストがありました。いや、めっちゃ止まんないじゃん。あれ、こう一人食べちゃう。わかる。おっと、空入ったよ。こっちだ、こっちこっち。
様になるなこのシルエット。あれ？あれは分からなくなっちゃったじゃないですか。いい画角だな。いいですね。いいんですか、ユーストップ4時間占領。ユーストップ4時間占領いいのこれ。誰もいないんでしょ。占領なんですよね、やっぱりね。独占占領。無理やりというかね。本当だ、まだトップだ。この時間やってんのないよ、多分。ないよね、多分ね。まあ、一番マシっぽい番組なんだろうな。マシかな。こんな無茶ぶりされて超びっくりした。あの発表することないんですか。したじゃん。それちょだからみんながびっくりするような、ね、ないな。アイフォンマスター、彼女、彼女いますよ。結婚は、結婚しないです。なんでさ、結婚したいって言ってさ。結婚したいけど、結婚したいんじゃないんですよ。結婚式がやりたいだけで。別に結婚したら、だってなんか檻に入ったみたいになっちゃうんだよ。ない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 、大丈夫。今見てない。そうしたらジェイルブレイクしたくなっちゃうでしょ。それは言えませんよ。それ危ない。もうあたかもイエスので答えなさい的なね。ダメですよ。ツイッターやってる人ですね。あ、そうだよね。でもね、きっかけはね、お、あれはそうだな、なんか私と学ぶ経験に。何そのディゾルプ。ゆっくりのディゾルプ。なんか二人のあれみたいですよね。さっきのでいいかもしれない。あのこうね、実はね、移り変わる感じ。あれはいつだったかな、とあるインターネット放送の番組で、きっかけはそうユーストリーム。お、いい感じ。なんかほらギターの、うわかっけえ。あの頃はあの子のことなんて何にも分かってあげなかった。笑ってるよ。そう、今だって何も分かってあげられない。歌に入ってませんか。僕は必死にあの子のことを理解しようとするけれど、あの子はどんどん僕の元から離れていくような気がして、切なくもなんだか心が温かい今日この頃でございます。愛って何ですかね。もう分かんないですよ。バラの名前が変わったところで、その花の色と香りは結局同じなんだ。だから僕はこの関係に彼女とか彼氏とかそんな名前はつけなくても、二人の愛があれば大丈夫なんだって思うんです。名前だけでつながってる二人がそんなにいいですか。彼氏彼女という名前がなくなっても愛し続ける自信はありますか。お猿さんが言葉を喋れなくてもちゃんと愛し合ってる、そこには言葉じゃない何かもあるんです。僕はその気持ちを大切にして、これからも彼女を愛そうと思ってます。ありがとう。
マスターの声しぶくてずるい。ラブラブショーみたいな、2人だけの2人のためのラブラブショー、なんかかっこいい。はい、すみません、キャプリタキャプリタはい、キャプリいただきました。マスター、とりあえず病院行ってください。俺いいこと言ったと思ったけどな、今。私あの郵送続けていいそうです。あ、そうなんだ、うん、あの緊急あの急今トゥルルントゥルルン今です、ね、DM あの、うん、DM が入りました。 DM 入った。続けていって続け私がしたいようにすればいいって。じゃあやめてもいいですか。いやすごい語ってた。私、アイフォンマスターにあんなに思われてるなんて思いませんでした。あんなに思われて、私は彼のために何ができるだろう。言葉が通じなくても、でも私は猿じゃないわ。何のよりですかって言われて、あんなに思われてるって知らなくてごめんなさい。今まで気づかなかったの。でも私たち私たちやっぱりそういう思いで結ばれてたのね。とりあえず多摩動物病院行こう。私のアフォマスターにちょっとアフォマスター何言わなくてもいいってことは他に女がいるってこと？大奥かよ。猿は群れでしょ。だから美しいものをね、わざわざ美しいと言わなくてもそのものはね美しいまんまなんですよ。シェイクスピアも言ってるじゃないか。言ってた。なんて。バラの花の名前を取ってもその美しい花の色と香りは変わらぬままてね。すごいね、ショドミ大活躍じゃん。朝4時半、4時のノリとしか思えない。ちょっと確かに気がする。どこで場所的な？言えない。屋内ですか屋外ですか？あ、そっちの場所ですか？あ、そっちか。なんで？部位と場所さ違う。アイフォンマスターって言われてる。言われてねえし。アイフォンマスター付き合ってどれくらいですか？あれは暑い夏の日だった。最近？セミのまだ泣き止まぬ真夏の出来事だった。下手したらマイクに笑い声がないな。蜃気楼の向こうからあの子が歩いてくるんだ。何風？風髪がなびかないワックスと思って。なまただって病院行けって言われるんだもん。大丈夫大丈夫、いやらしいってアイフォンマスター。もう少しで100人だよ。また上がってるよ。朝の4時半にねよく見るよね皆さんね。さあここからはミッドナイトマナブミッドナイトマナブジェットストリームのジュンズストリームジュンズストリームジュンストリーム。すごい。皆さんおはようございます。
時刻は朝の4時半を回ったところです。この番組は宇宙とあなたを一直線で結ぶ幸せの最高潮ジューンストリーム。提供はジューンズスタジオ、そしてナビゲーターは私 iPhone マスター学ぶ999をお送りします。もういい。最高マスター最高。ダイフォンマスターのアカウントカードがないとみんなフォローしてあげて。それでフォロワー伸びても嫌だね。ジュンズストリームいいね。朝っぽいね。あ、学ぶって送っちゃった。なっちゃう。先生学ぶ違う人だよ。いるんだよ。キュ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 。うまいよだって。もうちょっと朝と夜の間のね。なんでダサいのマスターって。マスター何でもできるもんね。このエコーみたいなのがね、リバーブつ。リバーブ、うん、うまいよだって。ラジオっぽいよね。焼き側でパソコンつけた一発目の映像が小籔さん。小籔さん、ジュンズストリーム、皆さんおはようございます。朝の4時乗りです。ミッドナイトちゃうし、アーリーモーニングだって。はい、もうね、出勤してる人もね、中にはいらっしゃると思います。もうすぐね、始発。うん、もうね、朝の4時、もうすぐ5時を回るところなんですけれども、もうそろそろね、このラジオをね、聞いていただいている方もいらっしゃるかと思います。ラジオ、はい、そんな皆様のための、そんな皆様のためにジュンズストリーム。やりたいね、絶対。やりたいよ、やりたいけどね。あんなこと、 あのね、あることないこと、ないこと出てこないことが出るでしょ、綾乃ちゃん。完全な幸せをあなたに。ジュンズストリーム。それ俺言った。完全な幸せ、宇宙と一直線も言った。ではここで交通情報入ります。またかよ。通ってないじゃん、さっきから。中野、マナブさん、マナブさん、 iPhone マスターのマナブさん、交通情報お願いいたします。ちょっと待ってね。どこ？中野の大久保通りの交通情報をお届けいたします。上下線ともにタクシー2台、普通車1台通りました。順調ですね。順調ですね。はい、今日も平和ですね。はい、ね、首都高環状線は特に交通渋滞。あれだよ、セレブカムのあれ見ればいいんですよ。あ、あのウェブカム？ウェブカムね。大丈夫、多分大丈夫。うん、この時間に渋滞とかないでしょ。箱崎事故点かも。箱崎のほら、四つ木インターを先頭に 1.5 キロの渋滞はあるかどうか分かりませんが、事故がなければ渋滞はありません。皆様どうか運転は気をつけて、運転しながら電話はしちゃダメですよ。千住新橋はね、あそこ雷すごいよく落ちるんで気をつけてください。なんかね、避雷針ついてないのかわからないですけど、よく雷落ちるんですよ、あそこは。なんでなんで、なんか高い、なんかわからないんですけどね。はい、なんかエロいね、このモヤモヤっていう感じが。なんかね、うん、ここになんか欲しいですね。こうジューンストリームみたいな、テロップ的な黒巻き。アホが出る。ここにこう、ここスペース開けるっていうのは余韻なんですよ。あ、なるほどね。
でこう、こうパンしながら飛ばしいのぼやけのみたいな。書道でもあるじゃん。ここにあえてさ、ハンコは押さないんだよ。ね、その美ですね。なるほど。空間美。完全な。遊びってやつですね。そういうことです。いやもうね。そうなんですよ。なんで自分がナビゲーターになってみんなゆっくりしてるのかよくわからないですけど上下線ともに順調です、はい、ないことないこと出てこないのバイアイの TD を、はい、ということですね。ここで重大な iPhone マスターからの重大発表がございます。重大発表はね、そう、まあユーストリーム関係での重大発表なんですけれども、今回ですね、ジュンズスタジオさんがツイートジョッキの番組にですね、機材をかなりの勢いで提供している。かなりの勢いで、はい、これがね、マイク5本、5本、あとマイクスタンドも、さらに結構大きいミキサーを、提供してあげました。だってここケーブル刺さってない機材いっぱいあります。そうこれ多分、うん、全部他のユーストリーム番組の提供に貸してあげたら、うん、ここに置いてあるよりわりかし宣伝になるよなんとジュンズさんがあるのが、うん、モックなんだ。モックモックなんだ。中入ってねえんだ。立てかけてあるのおかしくない。すごい本物に見えますけどね。山中さんがついつい落札しちゃったついつい落札した機材たちが、落札した機材がこうもう見えないところに皆さん立てかけてあるのあれ全部モックらしいんですけど、モックを貸してくれて続きはジュンズスタジオでってやつですね、はい、メーター上げても何も起こらないっていうね、そういうモックをですね貸してほしい、放送局はぜひ手を挙げてください。モック貸し出し無料でございます、はい、無料。モックはね、ちゃんとユーストリームしたい人は中野のジュンズスタジオへ行こうと。完全な幸せも一緒についてきますから、はい、完全な幸せ漏れなくついていきますって言ったら多分誰も来なくなるよねそう、だって看板持って立ってる人はジュンズさんですか南口に看板持って立って完全な幸せを、はい、完全な幸せ、あなたは神を信じますかっていうやつ。神を信じなくてもユーストドームがあれば大丈夫。ユーストドは本当にすごいよね。こんなちっちゃい。美味しいんだよ、すごい。あ、食べたことあるんだ。うん、ガッチャンかよ。サード生卵も食べれる。生卵。私カボスも追加したい。うん、ストラカボス。ユーストドご経験ない方ぜひ。これ以上ない幸せがすべて詰まってます。あなたの欲するものすべてが。素晴らしいです、ね。ユーストドに詰まっております。そうやってユーストドを宣伝してユーストドもらおうって魂胆でしょう。あれ？だってユーストド美味しいんだもん。ユーストド何に使うんですか？ユーストドはあなたの求めるものすべてが詰まってるんです。別にユーストだけじゃないの。だってユーストってここじゃん。これでほら恋人もできちゃうよ。ほらできねえよ。ユーストドン持ったら恋人できるってすごい。ユーストドンさえあれば言葉はいらないってさっき iPhone マスターが言ってた。ユーストドン持って何も喋んなかったら意味ないじゃないですか。ユーストしたってね、無言のユーストリームほどね、ジューンストリーム、ジューンストリーム、もっとこうヌメッと言わないと、ジューンストリーム、ジューン、なんかフランス語のようにジューンストリーム、ジューンストリーム、ジューンストリーム。ナビゲーターは私学ぶ999お送りいたします。ジンストリーム、これ今トップに出てるでしょみんなはいって言ってるよ。ガッチャンかよだって。ユーストガッチャンかよ、ユーストドンってね、あやの999気づいてない私ね、 iPhone マスターにパチパチパチしたいときは999って書くといいらしいですよ。パチパチパチ999999
違う、 iPhone マスターね、今日ねまだねつぶやいてないんですよここで。ダメじゃん。だからなんかフォロワー増えないよ。そうだよね、ちょっと今つぶやくわ。学ぶ救急。今日お届けしているのはこちら、ジュンズストリームナビゲーター、学ぶ救急。リバブかけた。綾野 TDO でお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。ストリームっぽいスモート。完全な幸せはあなたのすぐそばにあります。昨夜の10時からこの時間まで見てくださってる方々、本当にありがとうございます。今93人の方が見てくださって、なんとユーストリーム .tv のトップページにも載せてくださってるそうで、この完全な幸せ皆様に伝わるでしょうか。キュ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 あち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 あお送りいたします。ジュンズストリーム。何回やんの。さっきからさタイトルしか言ってないんだけど中身ねえ。ジュンズストリーム。今日のお便りはタイトルしか言ってないね。今日のお便り紹介。それでは1通目のお便り、埼玉県大宮市からしげぞうさん。まなぶさんは一体何屋さんなんですか。エンターテイナーです。かっこいい。続いてのお便り、京都府祇園からの重則さん。綾野さんの彼氏は何歳ですか。恋に年齢なんて関係ないわ。正解。これ番宣録音してた方がいいよ。だってユーストのトップで何やってんだこの番組。学ぶ救急救急。あ、すごい風がジュンストリーム。なぜか部屋の中なのにそよ風が気持ちいい。おかしいおかしい。さっきからタイトルとお便り2通しか読んでないのに30人も増えてます。ありがとう。扇風機見えてますけど大丈夫ですか。髪がなびかないんだ。そんなに風を送ってどうするんですか。では学さん、こちらでただいまの時間の交通情報をお伝えいたします。さっきやったばっかりだし変わってねえし。中野の
中野の大久保通り上下線ともに順調です。ただいま通過した自転車も自動車もございません。ありがとう。今タクシーが1台通りました。上下線ともに順調です。ありがとう。赤坂 TV さんまだ起きてる。長いですね。一番長いですね。長いんだよね。これどういう番組したい？完全な幸せをあなたに。純ストリーム。とりあえずお便りいただかないことには番組が始まらない。お便り。お便りここに、ここにお便ってる。やべ、声出して私もそういう風が気持ちいい。やべ、声出してめっちゃ笑ってしまった。そういう風が気持ちいい。マナブン最高。わら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 。キューキューキュー。なってる。棒読みくんみたいになってるんですけど。中尾さんが扇風機持ってる。わらわらわら。ゲストにユーストのトップを楽しんでいただく新音楽バラエティ。そういえばさっきまで音楽やったわ。そういうカテゴリーか。レギュラーは裏で&タイムラインにお邪魔してます。顔モナちゃんさん来た。うふふ、こんばんは。風風面白い。番組ナビゲーターは私マナブ999リバーブ呼べ。メイジーさん、今日も盛り上がってますね。ナビゲーターの学ぶ999にお便りです。リバーブ聞いた音声を聞いていたら本物のジェットストリームが聞きたくなりました。どうしたらいいですか？もうやってません。タイトルコールをタイムラインに載せてももう読めません。ジェットストリーあああ朝と夜の狭間、歓声と歓喜と変態の狭間、キュキュキュ。ここでお便りです。はじめまして、東京都住在26歳の女性です。最近彼氏ができましたが遠距離恋愛なんです。マナブさんからのアドバイスをいただけませんか？お願いします。iPhone に美白カメラというアプリがあります。自分の顔を撮って美白にしてから送ってやりましょう。
ジェットスト、あ、あと、あ、次のお便り、こんばんは、間違えて、さっき、モダちゃんで書き込んじゃいました。ユッキーミュージックさん。さっきユッキーの曲歌ったよ。おはようございます。朝早いですね。美白アプリダウンロードしなきゃ。時間で送るという手もわらわらわら。トイレ行ってこようと、綾野 TDO さんからのかぶってるよお便りでした。はじめまして、レギュラーのメイです。面白すぎて眠れません。マナブさん、割り勘で結婚式お願いします。こちらこそよろしくお願いします。完全な幸せを、こちらはジュンズスタジオ、お送りしておりますのはナビゲーターのマナブ999です。はじめまして、ユッキーです。マナブさん、モノマネお願いします。今やってるのがガクトのモノマネです。タイムラインが止まりました。バリウケる、わらわらわら、わらわらわら。ジャズ歌手、シャンソン歌手、新春シャンソンショー、言えませんでした。続いてのお便り、港区の赤坂 TV さんからのお便りです。マナブさん、こんばんは。あの日からもう9年が経ったんですね。アメリカ同時多発テロ911。そういえば今日は9月の11日、9年前の今日、悲しいことにアメリカのワールドトレードセンターに飛行機が追突いたしました。被害者の方、心よりご冥福を申し上げます。今 MacBook をタッチしようとしちゃいました。画面をタイムラインが進みませんので。進まないんですか？じゃあ私が。似てないって言われたガクトのモノマネ。似てないね。ガクトが開始忘れてるって言って、ガクトが開始忘れても、あ、
似てない？ツタヤの DVD の、わかんない、テレビ見ないからわかんない。これいつの間にかお便り読む番組になったんですか？じゃあ俺もうピーク過ぎたらお客さん飽きてんだよ。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃう。笑いすぎて背骨が痛い。須藤さん大丈夫ですか？この変わり方がエロいよね。すごい今の。でさっきジュダーブ、私だけでぶっちゃけたの、どういうこと？あ、また増えてきた。なるほど、5時じゃねえの。ではここで皆さんのお便りをご紹介したいと思います。ああ、チョコシェイユースさん、もう5時かってことで、完全な幸せに時間なんて関係ありません。はい、その通りですね。精神と時の部屋ってやつですよね。そういうこと？わかります。でもお腹は空くよ。もうお腹空いたの通り越しちゃいまして、食ってるし、ずっと食ってるよね、あやのちゃんね。ずっと食ってる。スタジオはこんな風景です。閑散としております。はい。こんばんは。BGM 担当は豆腐屋さん。 Thank you。 キモいよね。ありだと思います。これをするとなんかセコムのヨン様みたいな。らしいよ。メガネだけね。腹減ったでしょ。お腹すいた。かっこいいって今後ろで言われたよ。別の番組見てたりして。なんだろう。後ろから僕のアカウントが聞こえたんだけど。笑いすぎてえずいた。えずく。時刻は5時をお知らせいたします。ここで交通情報のお知らせ。また交通情報とお便りと TL 読むぐらいしかないの、この番組は。天気予報の。天気予報。真夏日を。今日は暑い。今日暑い。132人ってこれ、事故？これはね。できたお祝いにビールかけするね。おめでとう。ありがとうございます。誰にビールかけんの？メアリーヌのパソコンに。ビールパソコンにかけてください。画面に向かってビールかけしてやってください。あ、お疲れ様です。トップ外れた。
あでも右にのあるみたいな右にあるね配信中のおすすめになってるアルパカって48人アルパカかわいい247人見てますよあ48人か48人チャラチャチャチャラン。シュピチュピシ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 ュピチュパ。フロリダよりアルパカを生中継。へえ。へえ。でも113人も残ってくださってることってすごくないですか？素晴らしいですね。ではここで一曲歌います。何歌おうか。アルパカがみんなお疲れ様楽しかったありがとうチャオあれ離脱できないよメアリーヌまだダメよアルパカに負けたアルパカには勝てないアルパカには勝てないなさあやってまいりましたけれども皆様寝なくていいんですか僕は明日仕事です衝撃告白だよそれが一番みんな土曜日だからって寝不足はいけないよ開いた後ろ誰ですか後ろ誰そろそろ外が仕事みんなそこにやっぱりびっくりですよ明るくなって接客業は土日は書き入れ時です北千住で iPhone 売ってますその時はちゃんと喋りますジュンストリーム急な振りはダメ急な振りは音声さん流しだよ待って音声もやってスイッチングもやってカメラもやってすごくないはい、はい、いいよジュンストリームなってた。なってた。あ。いやもう順序学ぶ999がお届けした順ストリーム。今5時になりましたけど、皆さん何時までやるんですか？もうなんかね、どうなるのかね、楽しく見てんだよ。なんかズームイン朝思い出すよね後ろで手振ってる人とかいたよねはい何も言えなかったこの番組は完全な幸せを目指すジュンズスタジオとご覧のスポンサーの提供でお送りしましたゲスト誰が来るんでしょうていうか僕がゲストでした今日は楽しい放送をありがとうございます本日も
本日も皆様にとって素敵な一日でありますように。昨日なんとなく過ごした日々は今日につながる素敵な架け橋となります。明日も楽しく幸せに空が明るくなってきました。今メアリーさんが住んでいるアメリカでは日が暮れようとしております。アメリカで沈んだ太陽が今度はこちらから昇ってきます。地球は回っているんです。夜が来たら必ず朝が来ます。夜から朝への架け橋。終わった風とりあえず終わった風ってことは音声は生きてるってことですか。とりあえず